皆さんこんにちは、はるです。私は今ラスベガスに来ています。今回の動画ではラスベガスの最安値のホテルと最高級のホテルがどのくらい違うのかを検証していこうと思います。昔小野田さんも同じ動画を出されてて、2023年8月バージョンどうなんだろうって調べたところ、最安値のホテルが小野田さんの泊まった動画と違うところが出てきたんですね。そしてラスベガスって最高級5つ星ホテルたくさんありますので、今人気の最高級ホテルに泊まっていこうと思います。今回ラスベガスは3泊する予定で、最初の1泊目は最安値のホテルに泊まっていこうと思います。ホテルを安く予約する方法などは後ほどご紹介しますので、今回もぜひ一緒に行った気分で楽しんでください。それではレッツゴー。入り口はこんな感じでございます。立地が最強で、なんとあのベラージオの目の前にあるんですよ。では早速チェックイン行ってみましょう。ちょっとこれ緊張しますよね。よし、うおー、目の前がもうカジノになってる。しかもチェックインカウンターの目の前ではゲームをしながら飲んでる人たくさんいますね。Hi, チキンプリーズ。ではチェックイン完了しました。このホース州はラスベガスストリップのど真ん中にあって、あのベラージオの目の前にある超高立地なホテルです。今回このホテル最安値で予約ができました。さてお部屋どんな感じなんでしょうか。今回654のお部屋なんですが、チェックインの際に25ドルプラスで払うと上の階のグッドビューなお部屋にできるって言われたんですけど、今回最安値ってことで予約をしているので、あのグッドビューは諦めました。よし、6階です。派手な色しとんなエレベーターが。654こっちかな。654、あ、ありました。こちらのお部屋です。では入ってみましょう。ではラスベガス最安値のホテルご紹介していこうと思います。いきますよ、せーの、じゃじゃーん。めっちゃ広い、すごいですね。あの久しぶりに見ました、このベッドの目の前にある足置き場みたいなところ。しかもソファーが2つあったりとか、かなり広めの書斎もあります。鏡付き、あとテレビもついてます。きっと見ないけども。あとここにはドリンクなどはないですけど、紙カップは4つありますね。冷蔵庫もちゃんとついております。で、気になるのが景色ですよね。25ドル払ってグッドビューに変更できたんですが、今回はそのまま最安値で行きました。ではどんなビューなんでしょうか。オープン。なんじゃこりゃ。なんでしょうね、この業務用のライトみたいなのがすごい眩しい。隣にはきっと駐車場かな、とホテル。まあ今日は外の景色をゆっくり眺める予定なんてないのでいいでしょう。こちら玄関方面です。入って右側がクローゼットですね。まあ、しっかり荷物置きもアイロンも金庫もハンガーもたくさんあって広いです。もうここに寝てもいいぐらいだけどな。しっかりスーツケースも置けそうですね。で、入って左側、こちらが水回りです。じゃじゃーん、綺麗。タオルの量おかしくないか。私1泊しかしないんだけど、うん、6回シャワー浴びれる。フェイスタオル3枚、ハンドタオルも3枚あります。何回シャワー浴びてもいいですね。ティッシュとトイレットペーパー、ドライヤーもあります。あ、アメニティがある。シャンプー、ボディーローション、フェイシャルソープ、ボディーソープ、顔用と体用の石鹸が分かれております。嬉しいけど、それしてくれるんやったらコンディショナー欲しいな。洗面台はこのような感じで広くて綺麗です。この辺りにもメイク道具とか、もうヘアオイルとか化粧品とかもう置いても全然余裕。後ろにはお手洗いとシャワールームでございます。
すごすぎる。あ、ここにも何かありました。ちょっと待てよ、石鹸が開けられてる。なんで掃除し忘れたんかな。これはボディーローションと、あ、コンディショニングシャンプーなんで、リンスインシャンプーなんですね。なるほど。まあちょっとこれは多分前の人の掃除し忘れだと思うので、まあ置いときましょう。では恒例のシャワーの上の天井がちょっと黄ばんでおりますね。まあまあでも目をつむっておきましょう。では水圧チェック。お、水圧結構いいけど、まあまあにまばらですね。もう真ん中あたり全然水出てない。あ、シャワーヘッドは古いんだろうな。水圧自体はいいんですけど、ちょっと物足りないんで丸。はい、では皆さん、今回の最安値のホテルいかがでしょうか。すごくないですか。15ドルでこの広さ、この綺麗さ。ラスベガスってやっぱり有名なホテルがたくさんあるから、それに泊まりたいと思うけど、意外と最安値でも十分に満足できるレベルだなと思いました。このホースシューホテルはこうただ安いだけのホテルではなくって、 WSOP っていう今年開催されたポーカーの世界大会の開催場でもあるんですよね。それくらい人気な場所で、普通に泊まると今日だったらばリゾートフィー込み込みで合計1万3000円から4000円ぐらいで泊まれるんですね。それでも安いんですけども、実はラスベガスのホテルを一番安く予約する方法がありまして、これも小野の動画で知ったんですが、vegas.com っていうサイトがあります。このサイトはホテルとかショーを格安で予約できるサイトなんですが、なんとvegas.com で今日このお部屋が15ドルで予約ができちゃったんですよ。毎日価格が変動するんですが、今日がたまたま15ドルで予約ができる日だったんですね。なのでリゾートフィー45ドルを合わせると、通常の予約よりも約5000円以上安く予約ができております。素晴らしい。もっと早く知っておきたかった。ラスベガス来てホテル予約するとかショーを見に行くっていう場合は、もう必ず使った方がいいサイトだと思いますので、ぜひ皆さんも参考にしてください。わあ、最高。では編集終わりました。今の時間夜の12時半。編集は終わったんですけど、動画をアップロードしようと思ったら結構Wi-Fi が弱くって 2Mbps しかなかったんですね。ギリ LINE 送れるかなぐらい。なので今から Wi-Fi が強いと噂のマクドナルドに行こうと思います。その帰りに24時間営業のドラッグストアがあるので、そこでお水とかちょっとしたものを買ってホテルに帰ってこようと思います。では行ってきます。よし、じゃあ迎えましょう。夜の12時半なのにめちゃくちゃにぎわっております。あとね、館内があと館内がめちゃくちゃ寒い。もう長袖着ててもブルブルです。これ外に出たらヒーヒー言うぐらい暑いのに、寒暖差がすごいです。ラスベガスこの時期は半袖でも我慢できないぐらい暑いんですけど、一応長袖は持ってきておきましょう。なんとですね、1階に降りてきたらめちゃくちゃ回線早かった。ダウンロード72、アップロード 90Mbps ということで、多分一瞬で上がると思うので、Mac に行かずにここで上げていこうと思います。はぁ、思ったより早く上がってよかった。で、今からドラッグストアに行ってきます。一応ね、ホテルの中にコンビニ的なお店もあるんですけど、ラスベガスのホテルってお水1本買うのに1000円ぐらいかかるんですよ。もう7ドルとかしてくるんで、そんな1000円の水なんてもう飲めないじゃないですか。なのでドラッグストアとかターゲットとかがきっと安いと思うので、あの価格調査もしてこようと思います。ここがホースシューラスベガスで、こちらにあるのがベラージオです。ほんと目の前にありますよね。では薬局やってきました。もう夜のベラージオも綺麗ですね。ということでこちらでございます。
CVS ファーマシー。よいしょ、では行ってみましょう。24時間って嬉しいな。あ、結構人いっぱいいる。入ったところに大量のサンドイッチ売ってました。1つ6ドル49セント。あ、嬉しいな。結構サンドイッチ系とかラップ系とか売ってますね。だいたい5ドルから6ドルくらいでこういうの買えちゃいます。やっぱビタミン取りたいですよね。フルーツとフルーツジュースはだいたい4ドルぐらいです。このヨーグルト、ハリウッドで2つで3ドルで買ったヨーグルトですね。こちら1つ2ドル39セント。やっぱ高いな。食品の他にもお土産とかこういう服、小物系、あとお薬とかおむつとか何でも売ってますね。ちょっと買い物、あのお土産とか買いそびれた人とかはここの薬局意外といいかもしれません。化粧品とかもやっぱ売ってますね。ジュースコーナーにやってきたんですけど、お水と値段一緒です。なんでしょうね、この海外のお水よりジュースの方が安いとかあるじゃないですか。あ、なんでしょうね。プロテインバーとかチョコレートバーもだいたい1本500円ぐらいします。サッカー、日本やったらお弁当買えちゃいますね。お水は一番これが安かったです。 1.5 リットルで3ドル39セント。この薬局で一番安い食べ物はこれですね。スローサラダオーミートサンドイッチが2ドル99セントです。値段4回ぐらい打たれてるけど、多分2ドル99セント。あ、これでいいかな。フルーツジュースは一番これが安かったです。ノーパルプ、果肉なし、サブパルプ、果肉入りなんで、これを買おうと思います。1ドル79セント。合計9ドル17セントでした。では、ホテルに帰ります。はい、ではホテルに帰ってきました。YouTube のプレミア配信の準備をしながら食べようと思います。なんとシンプルなサンドイッチでしょうか。ツナクリームだけ。では、いただきます。ツナサンドは。でも美味しい。ツナの味もしっかりするし、思ったよりソースがね、しっかり入ってるんですよ。なので食べ応えもある。あとパンも意外としっとりしてる。アメリカのこういうサンドイッチってね、結構パサパサしてたりするんですけど、これは柔らかくて美味しいです。ちょっとした夜食ぐらいにはいいかもしれない。美味しいわこれ。当たり。シーンとしたお部屋で一人食べるのもなんか寂しいなと思ったんでカジノにやってきたんですけど、一つ思ったのが、もう全然混んでないんですよ。もう夏休みも終わりに近づいてきて観光客が少なくなってるのと、ベラージオとかになると結構若い人たちがこう、まあ、ドレスアップしたりとか、もうガチでカジノやりに来てたりして、結構あのギラギラしてるというかザワザワしてるんですよね。ですけど、このホースシューラスベガスは結構年齢層高め、もうほんと60代とか。なので雰囲気的には、まあ、のんびりしてるので結構好き。スロットもポーカーもテーブルゲームも結構空いてるんで、もうじっくり観察しながらこう、やりたいものをやりに行けるっていうような感じです。知らんけど、あの全然詳しくないですけどね、私。目の前にすごいあの、魅力的な機会がたくさんあるんですが、今日はこのまま帰ってみようと思います、うん、オレンジもね、粒がいっぱい入ってて美味しい。まあ明日は朝ごはんとかも何もついてないので、まあ、ゆっくり起きて、まあ、プールとかジムとかもあるはずなので、そういうところを見に行こうと思います、うん、ではごちそうさまでした。もうあとはお風呂に入って寝るだけなんで、ここで終わろうと思います。では皆様おやすみなさい。では皆さんおはようございます。朝の10時になりました。今からプールとジムを見に行ってみようと思います。朝からすごいですね、活気がある。プールはロビーより1階下の階にあるんですね。わ、最近アメリカはどこにでも VR がある。へー、
道の真ん中にマッサージ屋さん。いくらぐらいするんだろう。10分間のマッサージで20ドルプラスチップっていうような感じですね。何これ、フォトスタジオ、プリクラです。これがラスベガスのプリクラです。パーソナルスペースというか、こうなんか人に見られながらやる感じです。いくらするんだろう。はい、10ドルします。奥に行くとフードコートがありました。プールはこっち。すごいゲーセンがある。ゲーセンがね、至る所にあります。あ、ここがジムですね。お、中は結構広い感じでございます。ここからプール入っていくみたいですね。ハロー。How are you? It's open now? Yep. Okay. とても愉快なお兄さんでした。わあ、めっちゃ天気いいな。わあ、気持ちいい。これが1泊15ドルのプールでございます。めちゃくちゃいいやん。あそこにはビーチバーがあって、プールに入ってる人も結構いますね。目の前にはヒルトングランドバケーションがありますね。朝からビーチ際でお酒飲みながら日焼けするってめっちゃいいですね。私は結構ね、日焼けすると真っ赤になってもヒリヒリが3日4日続いて、その後に若干だけ焼けるみたいな感じなんですが、こうやってプールでもガチガチに一度焼いてみたいものです。やっぱラスベガスってカジノをしに来るだけじゃなくって、こういうホテルステイが楽しめるのでいいですよね。あー、泳ぎたい泳ぎたいけども、チェックアウトすれば。リゾートフィーさえなければ1ヶ月ぐらいいたいな。リゾートフィー高いですよね。今からホテルに帰ってパッキングをして、チェックアウトしてからは何かしらどこかで食べに行こうと思います。よし、ではチェックアウトしていきます。きっとこの機械でできるはず。チェックアウト。クレジットカード。クレジットはちょっと怖いんでパスポートにしよう。お、いけたか。お、出てきた。うわー。勢いすごいな。ここのリサイクルボックスにこの紙を入れる。よし、完了。ではチェックアウト完了ということで、今からご飯を食べに行こうと思います。中のフードコートもいいんですけど、ベラージオの目の前にフードコートがたくさん集まったエリアがあるんですね。多分旅行で来られたらそこに行かれる方も多いと思いますので、今日はそこでご飯を食べようと思います。ちなみに歩いて3分ぐらいで着いちゃうので、荷物なども全部持っていこうと思います。そしてご飯を食べ終わったらそのまま荷物を持って次のホテルに向かおうと思います。ゴースシューベンドかっこいいですね。 WSOP ポーカーの世界大会のマークもポンと貼られてます。はい、では到着しました。お昼の時間帯なのに人が全然いない。ここのドーナツ屋さんも気になるんですけどね、1個4ドル75セントするんですよ。メニュー見て食べた気になった子、こんな感じでございます。意外と見た目はシンプル。4つ買うと2つ無料、8個買うと4つ無料らしいです。入れました。こちらのダートドッグでお昼ご飯食べようと思います。昔来た時はこっちの座席がなかったんですけど、今空いてますね。メニューはこのような感じです。めちゃくちゃジャンキー。いやー、皆さんどれ食べたいですか。スヌープドッグ、これも美味しそうな。ジンとジュースのケチャップにバーベキューソース、不思議な味がしそう。初めてラスベガス来た時にこれ食べたんですよ。なんでちょっともうちょっとジャンキーなポテト入ったこれにしてみようかな。パティメルソン。わー、美味しそうな音がしてます。ではホットドッグやってきました。ではいただきます。
このチーズソースがたっぷりでかなりこうパンチが効いてます。あとお肉が結構肉肉しい。あとパン焼いてるんでちょっと外がカリッとしてるんですよ。それがすごくねいい感じです。わっ、おいしい。これ綺麗に食べるの無理だ。このチーズソースが辛みが効いててちょっと口がピリピリします。ウインナーの周りに巻かれてるベーコンが結構噛み応えがあって美味しいです。けどちょっと野菜が恋しくなる。半分くらいでお腹いっぱいになったのでこれは今日の晩ご飯にしようと思います。でこちらがオレを揚げたやつ。思ったよりちっちゃかった。これでドル50セントです。冷たいソースもついてました。ではまずそのまま食べてみます。美味しい。なんかこんな感じ。こう本物のオレオかな。全然オレオのカリカリ感とかなくってふわふわしてる。ちょっとソースつけてみよう。これシナモン味のクリームです。美味しい。甘い。不思議、オレオとシナモンって合うと思わんかったけどすっごい合う。これは日本にはないわ。めっちゃ美味しい。あのガートドッグでホットドッグ食べなくてもこれはちょっと食べてほしいです。ではごちそうさまでした。ということで最安値のホテルいかがでしたか。全て込み込みで1万円以下であのお部屋に泊まれて、ホテルの中にはゲーセンとかのアミューズメントやフードコートもありますし、ちょっと外に出るとこういうご飯食べれる場所や目の前にはベラージョもあったりとか、かなり立地も良かったので最安値のホテルでも全然楽しめるなと思いました。次は最高級ホテルに泊まるんですけども、どれぐらい差があるのか違いがあるのかっていうものを検証していけたらなと思います。はい、では最高級ホテルにやってきました。今日泊まるホテルはラスベガスの超名門5つ星ホテルシーザーズパレスです。ラスベガスのホテルは大きく分けると MGM グループとシーザーズのグループに分かれています。 MGM のトップがベラージオなんですが、ベラージオは一度泊まったことがあるので、シーザーズのグループのトップシーザーズパレスに今回泊まることを決めました。もう半世紀以上続く超名門ホテルで、ローマ時代の最盛期をテーマにしています。お部屋の数は約4000室ありまして、やはりカジノホテルということもありカジノエリアがめちゃくちゃ広いんですよ。1万2000平米あるそうです。もうデカすぎてよくわからん。今日はこちらに泊まれるということで張り切って撮影していこうと思いますので、皆さんもぜひ行った気分で楽しんでいってください。それではレッツゴー。今回もラスベガスのホテルが一番安く予約できるベガス .com で予約をしました。ホテル代が65ドル、リゾートフィーが52ドルです。最高級の5つ星ホテルなのに1万円台で予約ができるってすごいですよね。では早速行ってみましょう。チェックインは3時からで、3時より前に予約するとお金がかかるんですね。朝の8時からお昼までは60ドル、お昼から4時までは30ドルかかります。今回も荷物がめちゃめちゃ多かったので、チェックイン前にですね、玄関の左側この辺りに荷物を預けれるスペースがあって、ここは無料で預けることができます。なのでチェックイン時間まで時間がある方はここに荷物を置いて、もうこのラスベガスストリップでちょっと楽しみながら時間を潰すのがいいかなと思います。では行ってみましょう。すごいなこれ。めちゃくちゃ豪華。なんじゃこりゃ。今年の秋にラスベガスで F1 の大会があるんですね。多分その車だと思います。かっこいい。ベネチアン、ウィン、MGM、 もういろんなところが協賛してますね。
その F1 の大会ってラスベガスのストリップを閉鎖して行われるんですけど、ベラージオのいいお部屋とかは一泊5000ドル、70万ぐらいするそうです。ではホテルに入って左側がチェックインカウンターなのであちらに向かいます。このバーめっちゃでかくないですか？みんな飲みながらゲームしてます。あ、もう入ってすぐカジノなんですね。なんてきらびやかなロビーなんだろう。あ、ワンちゃんがいる。すごい行列やな。オンラインチェッキングとかこう自分でチェックインする機会とかはなさそうですね。もう人がやってくれてる感じです。はい、ではチェックイン完了しました。今回のお部屋2331番。どんだけ部屋数あんねんって感じですね。ちなみに20分かかりました、チェックインまで。しかもね、ダメ元で高層階のお部屋空いてませんかって言ったら空いてるよって言って用意してもらいました。やっぱり言ってみるもんですね。ということでお部屋行ってみましょう。やばい、ここのテーブルゲームの天井がめちゃくちゃ綺麗。これ全部シャンデリア。もううっとりしちゃいますね。豪華さが桁違い。ここは高額なテーブルゾーンです。もうここに入ってる人たちはもう一回うん百万、うん千万って使う人たちなんです。ああ、すごいですね。ではエレベーターこちらですね。お、結構シックな感じ。はい。よし、2331なんで右ですね。23、あった、ここだここだ。よし、あ、なんか表札っていうかこれが可愛いですね。では行ってみましょう。ではお部屋紹介していきます。はい、せーの、じゃじゃーん。落ち着いた雰囲気のお部屋でございます。でもそんなに広くないですね。ホテルの内装がものすごかったんで、それと比べるともう結構シンプルな感じがします。ここにはソファーと机があって、ここの景色ですね。じゃーん、駐車場ビュー。予約していた部屋よりかはきっと高層階にはなっているんでしょうけども、駐車場ビューでございました。ですけどミラージュとか、このラスベガスの山々が向こうに見える感じで見晴らしはいいですね。ちなみにカーテンは手動でございます。前回泊まった最安値のホテルはね、ボタンピッと押したらウィーンってなってたんですが、ここでは自分でやるような感じでございます。書斎もコンパクトめです。コーヒーメーカーはあるんですが、コーヒーはどこでしょうね。コーヒーがないコーヒーメーカー。ここは有料ゾーンですね。きっと触ったら勝手にチャージされる系かなと思います。で、これが冷蔵庫。たくさん入っておりました。これもね、触ると勝手にチャージされるんで、触らないでおきましょう。やっぱ、コーヒーがないんだ。で、こちら玄関に行きますと、ここにね、化粧台があるんですよ。この空間もすごく嬉しい。いいですよね。こういうところに物を置けたらかなり楽ちんですよね。で、こちら、クローゼットが2つあります。若干こっちが空いてる。あ、なるほど。二つ繋がってるんですね、こっちと。ちゃんと荷物置きもあるし、アイロンもあるし、こういうところも物置けていいですね。では、こちら、水回りです。じゃーじゃーん。浴槽付き。浴槽、結構広いな。ここ厚みありますね。ワインとかシャンパンとか置いてみてはいかがでしょうか。実はですね、vegas.com で予約するときに、最安値のお部屋は、この浴槽はついてなかったんですよ。ですけど、プラス10ドルぐらいで浴槽付きのお部屋になってたので、今回こちらにしてみました。洗面台は2つありますね。
で、アメニティもある。アポテキこれなんて呼ぶの、アポ酒アポテキっていうブランドで、シャンプーとコンディショナー、ローションがついてます。あとマッサージバーが2つ。石鹸ってことでいいでしょうか。あとグラス、珍しいですね、紙コップとかじゃなくってこうちゃんとねプラスチックの蓋がされたグラスが2つあります。でこちらがお手洗いですね。おお広い、いい感じ。はい、では高冷熱いきましょう。まあ、結構シャワーヘッド大きめやからいいお湯が出るんじゃないかな。よいしょ。あーでもシャワーヘッドめっちゃ広いけど水圧自体はそんな強くないな。うん、丸。はい、では今回のお部屋いかがでしょうか。思ったよりシンプルめだった。あとバスローブとかスリッパとかコーヒーがないっていうのはちょっと残念ポイントではあったんですけども、やはりこのラスベガスストリップのど真ん中にあるっていうリーチだったりとか、まあ、広いカジノエリアやプール、あと隣接した大きいショッピングモールなどもあるんですね。なのでそういったことを考えるとトータル1万円台で泊まれるっていうのは、まあ、かなりお得な方かなとは思います。ではもうすぐ夕方の5時になるので今からプールに行ってみようと思います。シーザーズパレスのプールすごいって聞いてるのでどんな感じか楽しみです。では行ってきます。なんとですね、プールが夕方の5時に閉まるらしくってもう行けませんでした。朝の9時から夕方の5時までってめちゃくちゃ早くないですか。5時ってもうラスベガスで一番気温上がるぐらいの時間帯なんですが、もう気づいた頃にはっていう感じです。もうチェックインしてもうすぐプール行かないとその日は入れないような感じですね。ということでもうプールは明日行こうと思います。では今からホテルに隣接したらショッピングモールに行ってご飯を食べてベラージオの噴水を見てホテルに帰ってこようと思います。では行ってきます。あれ、ダビデ像がいる。シーザーズパレスはローマ帝国の時代をモチーフにしてるんでダビデさんがいました。はい、ではカジノを抜けてフードホールが見えてきました。このフードホールの隣のフォーラムショップっていうところが160店舗ぐらい店舗がある場所になります。ピザ屋さんがあってメニュー見てたんですけど、見てください、フィジーウォーターが10ドルもする、ビールは11ドル、ピザもワンスライス10ドルしますね。いやもう意味わかんない、ピザ1枚に1400円以上します。あとベリーズバーガーズ、ハンバーガー屋さんやハラル料理屋さん、ここにねウォク&ラーメンっていうラーメン屋さんがあってこれ食べたかったんだけど閉まってた。でこちらのチキンガイです。もうザ・アメリカンですよね。私はハンバーガーの一番上のザ・ソースボスっていうバーガー14ドルとアメリカのシェイクを飲んでみたいのでこのトリプルダブルミント9ドルを頼もうと思います。ここで受け取りするんですけど、なんかめっちゃ視線感じるな、この人めっちゃ視線動かさんなと思ったら等身大の置物でした。多分ここの創業者なるものだと思います。はい、ではやってきました。ハンバーガーがこう縦の箱に入ってるって珍しいですよね。こんな感じでございます。シェイクにはこのクッキーなるものがついてきました。美味しそう。ではいただきます。結構ボリューミーなハンバーガーです。厚みがすごい。レタス千切りなんだ。ではチキンがサクサクしてて美味しい。あとレタスの量が多いので結構さっぱりめです。すごい、チキンなんと2枚も入ってました。
このフードコートでサクッと食べて、もうすぐカジノ行ったりショッピングモール行ったりできるのがいいですよね。ではこちらのダブルチョコミントシーツ、もうザ・アメリカですよね。うわ、美味しい。まろやかで優しいチョコミントです。たまにチョコチップとクッキーが入っててカリカリコリコリしてて美味しい。このエンジェルパイみたいなの、これすごいミントの味する。何これ、めっちゃミント、あの歯磨き粉食べてるみたい。もうスースーする。これ食べたことある方いらっしゃいます？これ食べた後にこのチョコミントスムージー飲んでもこっち味しないぐらいめっちゃミント強い。ではごちそうさまでした。あのミントのエンジェルパイみたいなやつが衝撃的すぎた。では今から隣のショッピングモール行ってみようと思います。うわ、ここのワイン&ダインめちゃくちゃオシャレですね。すごい、なんかこう世界観を作るのが上手ですね。ではこちらがザ・フォーラムショップスでございます。すごくない？これはすごいですね。ローマ帝国最盛期を感じます。うわー、ベネチアンと似てますね。天井が青空になってます。まず真ん中に出てくるのがオフェンディです。すごいな。わー、シーフードのいい香りがする。うわー、すごい高そうなお店がたくさんあります。お、リモアがある。日本のリモアよりもちょっと派手な色とか形がありますね。わー、いつかリモア買いたいな。頑張ろう。すごいな、美術館来たみたい。真ん中に滝ありますよ、滝。普通にロレックスとかありますからね。ルイ・ヴィトンもあるし、バレンシアがモンクレ。あ、私はどこに行ったらいいんでしょうか。あ、嬉しい、 H&M とか出てきた。めっちゃ安心する。広いなぁ。アルマーニエクスチェンジも店舗がでっかい。うわぁ、こっちもすごいですよ。アップルが入ってる。セフォラメイクショップもありますね。楽しいな、ディズニーみたいにこう誰も住んでないんだけども家とかがあるんですよ。なのであの奥行き感というか空がすごい高く感じますね。開放感がある。なんと真ん中に水槽がありました。サメが泳いでる。ネコザメかな、チョウザメか。え、すごい、エイも泳いでる。夕方な、すごいですね。すごいつぶらな瞳のカニがいる。この子は置物なんかな、生きてるんかな。もう大体はどこを歩いても高級店がもう連なってますね。すごいな、もう10歩ぐらい歩けばもう違う店舗に入れちゃうぐらいこうギュッて詰まってます。日本のアウトレットとかだと1店舗1店舗大きいんでこう回るのが大変だったりするんですけど、これぐらいの密集度だったら逆に嬉しいですよね。何が楽しいって、美味しいスムージー飲みながら高級店街を歩き回るのが楽しいです。2階もあるんだ、登ってみよう。わあ、なんだここは、柱みたいなのが、人間柱が立ってます。すごい、見てこのエスカレーターカーブしてる。果てしなくでかいですね。3階建てになってます。違うな、もう一個下もありますね。なんちゅうこっちゃ。はい、では夜になったので今からベラージオの噴水を見に行こうと思います。これがシーザーズパレスで、ベラージオはもう隣ですね。うわー、綺麗。
ではベラージオの中をくぐって外に出ようと思います。なんかね15分起きとか言っても結構ね適当な時間に始まったりするんでちょっと早めに行きます。夜のラスベガスやっぱ盛り上がってますね。今日はそんなに暑くない。私が今泊まってるシーザーズパレスはローマ帝国モチーフなんですけども、こちらにはパリスホテルといってパリをモチーフにしたホテルもあるんですね。ここもかなり有名で、いつか泊まってみたいなと思ってます。ちょっとね悩んだんですよ、ここに泊まるか。なので次回はここに泊まれるように私も頑張ります。さっきまで人が多くてど真ん中空いてなかったんですけど、今ちょっと空いたので真ん中に行こうと思います。めちゃめちゃいいとこ空いとる。お、始まりました。やっぱベラージオの噴水はいいですね。夜の噴水は15分おきにありますし、曲もコロコロ変わっていくので飽きずにずっと楽しめると思います。もうできるもんなら1時間ぐらいずっと見ときたいですが、せっかくなんで夜のラスベガスを散歩しようと思います。 We got a lot of big towns from all over the globe. We even got some acrobats from Africa. That's right. You guys are gonna die. You're not gonna die. We're Vegas, turn upEverybody, you guys want to see this? Clap ahead! And if you don't clap, you're racist! And it's still gonna clap your hands. She's clapping. And he saw her face, she's like, oh shit. Everybody, I want you guys to take a good look at us. All jokes aside, this is how we stay out of trouble. This is how we take care of our families. Believe it or not, I'm a father. I got two kids. We're out here doing somethingではホテル帰ってきました。今からシャワー入って寝ようと思います。皆さんおやすみなさい。おはようございます。朝の9時になりました。今からプールに行ってこようと思います。これなんか宮殿に来ちゃったみたいな感じです。え、待って、噴水がある、すごい。これ全部シーザーズの建物ですからね。あ、すごいな待って、私こんなとこ泊まってたん今日。どこに行きましょう。ちょっととりあえず真ん中見てみましょうか。これはすごいな。黄色。じゃじゃーん。こちらも十分に広いですね。彫刻もね、全部かっこいいんですよ。羽の生えたライオンがいっぱいいます。この監視員が座ってるところも彫刻がかっこいい。テレビ付きの個室カバナもあります。せっかくなんでここの目の前に陣取ろうと思います。
ちょっと今日曇りなんで若干寒いんですが、プール入ってみようと思います。ではちょっと水温チェック。待って、結構冷たいな。足か、わー冷たい。これはまあでも最初だけかな、ちょっと頑張ります。やばい、寒い。みんな冷たくて入れないみたい。めっちゃコールド言ってます。ちょっと一気にはいけないんで、この階段に手助けしてもらって入ろうかな。うわーマジか。ちょっと無理かも。よいしょ、いきます、せーの。うわー冷たい。待って、こんな寒いんや。よかった、みんな同じタイミングぐらいでジャンプした。うわー寒い。わあ、かっこいいな。ちょっと冷たすぎて泳げる温度じゃないので一旦帰ります。もう満足です、プール。でもやっぱ景色はめっちゃいいですね。うん、助かった。よいしょ。あ、スズメが遊びに来た。足元の景色が最高すぎます。なんと奥の方に来たらプールバーもありました。しかもね、ここ温水プールであったかいです。こっちにも違うプールがありました。上の王様席のあるところに来てみたんですけど、ここにもプールありました。すごいな、広い。いいですね、この上の方だったらこのクッションがあるところに座れます。さっきのふわふわのクッションエリアか、やっぱこの王様エリアもいいですよね。クッションがふかふかなのいいな。めっちゃ眩しいですけど、めっちゃ気持ちいいです。わー、ここいいな。ではシーザーズのプール、こんな感じでございました。いや、気持ちいい。シーザーズのプールすごいですね。もう規模感がすごい、宮殿に来たみたい。でもちょっとネックなのが営業時間ですよね。私みたいに一泊だけだったら、チェックインが3時なのに、もうプールが5時に閉まっちゃう。で、朝の9時に開くけど、11時がチェックアウトっていう、このもう2時間しか空きがないんですよね。なので、プールを楽しみたい方は、もう一泊以上することをおすすめします。では、チェックアウトしに帰りまーす。では、チェックアウトしていきます。チェックアウトも自動の機械とかがなくって、毎回こう並ばなきゃいけないそうです。ちょっと大変だなぁ。はい、チェックアウト、please. Thank you. なんと、チェックアウトまで15分かかりました。けどね、私が並んだ時の今、倍ぐらい人並んでるから、もう20分、30分ぐらいはかかるかもしれません。空港に早く行かなきゃいけない方とかも、飛行機の時間ある方、あと友達との待ち合わせある方は、ちょっと早めに並んだ方がいいかなと思います。はい、では今回の動画いかがでしたか？ラスベガスで最安値と最高級のホテルどちらも泊まってみたんですが、まずお部屋自体はそんなに変わらなかった。最高級ホテルのシーザーズの方が浴槽があって、なんとね、あれ浴槽の内側にボタンがついててジェットバスになったんですね。そういう感動あったりしたんですが、そんなにさほど大きな差はなかったように感じました。やはり一番の差はもうこのホテルの規模感というか、ゴージャスさ、派手さっていうのが一番差があったかなと思います。もしもラスベガスで思い出を残したいのならば、最高級ホテルのシーザーズですけど、ラスベガス全体を楽しみたい、例えばラスベガスのこう風景を歩いて楽しみたい、ショッピングしたいとか、寝るだけメインといいますか、そういった場合はあの最安値のホテルで全然いいなって思いました。では今回の動画こちらで終わろうと思います。面白かったよ、役に立ったよっていう方はぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。